臨時の住まい。まだ俺が学生だった頃の話。入学した時から半年近く住んでいたアパートが、どうも不動産屋のミスで二重契約状態だったらしく、裁判になって、俺は期限内に出て行かないといけなくなってしまった。不動産屋が菓子折り持って謝りに来て、期限内には必ず条件に合う空き部屋を探すと言っていたのだが、タイミングが悪かったのか、運がなかったのか。どうしても条件に合う場所が見つからず、立ち退き期限が来てしまった。不動産屋も相当焦っていたんだと思う。本当にギリギリになって、とりあえず1ヶ月以内に見つけるから、ひとまずここに臨時で住んでほしい、と、とても俺の家賃じゃ住めないような賃貸マンションを紹介された。作りは少し古くて、おそらく築2、30年くらいは経っていそうだが、部屋は2つあるし、風呂とトイレも別でかなりいい場所だった。俺はあまりにも都合のいい話で、当初事故物件を疑ったんだが、不動産屋が言うにはそういうこともなさそうだ。ただ、夜中は少し治安が悪いので、外出はなるべく控えてほしい、と念を押された。俺は近くにドキュンでも住んでんのかなぁと考えたが、まあ一ヶ月程度のことだし、本当にやばければ、友達のところに居候でもすればいいだろうくらいに軽く考えていた。が入居してすぐにここがドキュンがいるとか、そういうヤバさの場所ではないことに気がついた。いろいろあったので箇条書きにすると、入居して二日目くらいに気がついたんだが、他のフロアには人が住んでいるのに、俺が入居したフロアにはどうも俺以外に住人がいない。ある日エレベーターで自分の部屋にあるフロアに着いたら、猫の鳴き声がする。どうも非常ベルのついた消火器とかの入っているスペースからするようなんで、閉じ込められているのかと中を見たが、何もいなかった。2、3日に一回、深夜に天井から何かをズリズリと引きずるような音がする。最初上の階の住人の生活音か何かだと思っていたが、どうも天井裏からしているらしい。エレベーターから俺の部屋のあるフロアに降りると、突然強烈な視線を感じることがある。もちろん周囲を見回しても、誰もいない。朝目を覚ますと、ベランダにスーツ姿の男の人が立っているのが、カーテンの隙間から見えて、何事かと思ってカーテンを開けると、誰もいない。ベランダに出てみると、革靴が揃えて置いてあり、おいマジかよ、と舌を覗き込んでも、人が落ちた痕跡はなく、目線を足元に戻すと、革靴も消えていた。これは何度も目撃したんだが、ハイヒールが靴だけでフロアを歩き回っている。しかも、昼夜を問わず。出かけて帰ってくると、バスルームに水が溜まっていたり、強烈に香水の匂いが残っていたりする。時々エレベーター横の階段から女の人の笑い声が聞こえる。しかも普通の笑い声じゃなくて、なんか狂ってるような。週末の夜中の3時頃になると、必ず外からべちゃ、べちゃとか、なんか変な足音が聞こえる。部屋で電話をしていると、混線してなんかうめき声のようなものが聞こえてくることがある。そんな状態が続くので、さすがに一週間目に不動産屋に苦情の電話を入れたら、本当に申し訳ない。深夜に外に出なければ実害はないはずだから、もうしばらく我慢してほしい、とお茶を濁された。
まあ俺も実害はなさそうなのは分かっていたし、あと2、3週間の辛抱と考えていたし、もともとこういうことには楽観的な方なので特に気にしていなかったが、ただ2回だけガチでビビった出来事があった。夜中にトイレに行ったら、玄関におばあさんが座っている。鍵はオートロックのはずだが、ビビりまくった俺が、と声をかけると、おばあさんが、おじいさんを待ってるんです。ここにいますよね、と聞いてくる。いないと答えても、ニコニコしながら、かたくなにここで待つと言って聞かないので、拉致が開かないし、しょうがないから、110番通報して、連れて行ってもらうことにした。しばらくしたら警察が来て、おばあさんを説得して外に連れ出してくれたんだが、ドアを閉めた途端に、ドアがものすごい勢いで何度も叩かれ、おじいさんを返せと絶叫された。びっくりしてドアを開けたら、白目向いたおばあさんが、警官3人に取り押さえられていた。あの時のおばあさんのものすごい形相は、今でも忘れられない。もう一つは、ようやく入居できるアパートが見つかったと、不動産屋から連絡があった日のこと。日曜で学校もなく、不動産屋から連絡が来た後、なんとなく荷造りをしていたら、玄関からガサガサと音がする。なんだと玄関へ行ってドアを開けてみると、30センチくらいの段ボール箱が置いてある。不審に思いながらも中に入れて箱を開けてみると、かなり汚い木彫りの人形っぽいものが入っていて、裏にサインペンか何かで、幸せになれる人形と殴り書きされている。気味が悪いんで人形を箱に戻して、玄関の外に出して荷造りを再開していると、また外からガサガサと音がする。今度はなんだよと思いながらまたドアを開けると、さっきの箱の上に紙が置いてあって、幸せになれましたか、と書かれている。あたりを見回して、エレベーターや階段の方も見てみたんだが、誰もいる気配がない。この頃になると、このマンションの異様な出来事にもそこそこ慣れてきていた俺は、ああ、またか、と思いながら、特に気にせずに荷造りに戻ったんだが、今度はトントンとドアをノックする音が聞こえてきた。最初は無視していたんだが、何度もしつこいので玄関を開けて怒鳴ってやろうとしたんだが、ドアノブに手をかけたところでやめた。なぜかというと、うまく説明できないんだが、ドアを挟んで何かすごく嫌な気配がする。本当うまく説明できないんだが、全身がざわざわすると言えばいいのか、なんかそんな感覚。それでも外は気になるし、恐る恐るドアスコープから外を覗いてみたら、20代前半から中盤くらいの女の人が立っている。ただし、全身ガリガリに痩せていて、髪の毛はボサボサ。両手に包帯巻いていた。うわっ!とドアスコープから目を離そうとしたら、そいつがドアスコープに顔を近づけて、くっきりとクマのある血走った目で覗き込んで、幸せになれたよね、なれたよね、って聞いてきた。その行動に不意をつかれた俺は、びっくりして後ろへ倒れて、しばらく放心していたんだが、そいつは多分それから1時間ぐらいずっとドアに張り付いて、幸せになれたよね、って、質問し続けていた。
声が聞こえなくなってから、さらに1時間くらい様子を見て、ドアスコープから様子を見てみたんだが、女の人はいなくなって、人形の入った箱も消えていた。この後俺は、この事件から2日後に、このマンションを引き払って、ちゃんとしたところに住むことができるようになった。ちなみに不動産屋には、このことを全部話して、どういうことなのか聞いてみたんだが、不動産屋も詳細は知らないという。そもそもおかしな出来事が頻発するようになったのも、つい2年ほど前からで、もともとは変な噂も、自殺者が出たとか、殺人事件があったとか、そういう曰くのある場所でもないらしい。ただある日を境に、突然あまりにも異様な出来事が頻発するようになって、あのマンションのあのフロアに入居していた人たちは、半年も経たずに皆逃げ出して、新しく入った人たちもすぐに次々と出て行ってしまって、今に至るとのことだった。だから俺みたいな、よほど切羽詰まったケースでもない限り、現在は入居の募集すらしていないのだそうだ。ちなみに夜中に外に出るなと警告したのは、俺の前にあそこに入居した人が、深夜何かに追いかけ回されて、階段から転落して、結構な重傷を負ったからだと言っていた。何かと抽象的なのは、怪我した本人の証言があまりにも支離滅裂で意味不明だったんで、結局正体がわからなかったらしい。以上で俺の話は終わり。ちなみに不動産屋から紹介されたアパートは、特に何もない普通のアパートで、いろいろ迷惑かけたからと家賃も少し安くしてもらったし、卒業まで普通に快適に過ごすことができた。それと例のマンションなんだが、2年前に近場を通ることがあったので、寄り道して行ってみたら、完全に取り壊されて駐車場になっていたよ。